皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。巨人の球団史上初となるレジェンドオブブジャイアンツ女子チームの試合が12日、静岡草薙球場で開催され、レジェンド OB の先発、江川拓司は打者一人、わずか3球で降板した。実際の様子、原前監督がマウンド詰め寄り、江川氏に突っ込み、わずか3球で KO の珍事現役時代に、怪物の異名を取り通算135勝、最多勝を2度獲得した江川氏も68歳。初回先頭の田中美優外野手に、初球は山なりの球が高めに外れボール。2球目はワンバウンドで、またボール。するとサードの原辰徳前監督がマウンドに歩み寄り、もっと前から投げたら、とばかりに前方を指さした。3球目は再び打者の顔の高さ付近のボール球だったが、田中が大根切りでバットに当て、身ごろに倒れた。江川氏はここで降板。2番手の左腕、高橋久典氏と交代した。どう思いますか？コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。